全国有数の神楽どころ広島県。県内では200を超える神楽の団体が活動をしています。見れば見るほど好きになる広島神楽の魅力に迫ります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は秋十二神器を紹介します。江戸時代から明治時代にかけて伝わってきた神楽と言われています。その中で広島市安佐南区沼田町跡には広島県無形民俗文化財に指定されている跡神楽があります。12演目ほど演目といいますか舞がありまして、それを十二神器神楽というふうに言っておりますよね。はい、この後神楽の18番といいますか八つ花の舞というのがあるんですが、刀を持ちながらくぐったり飛んだり跳ねたりような形でね、とても激しい舞です。秋十二神器は全国的にも貴重な神楽と言われています。こういう古くから伝わる舞の良さをですね、皆さんに分かっていただけるように意識して頑張って練習しています。時代を超えて古来より舞い続けられている秋十二神器、日本人としての魂を感じることのできる神楽です。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は芸予諸島の神楽を紹介します。瀬戸内海の島々とその沿岸部で舞われている神楽です。呉市の広小坪地区にはおよそ200年の伝統を持ち、呉市無形文化財に指定されている小坪神楽があります。大三島で神楽を覚えて帰って、小坪で舞い出したというが言われだと言われております。小坪神楽はむしろ2枚の上で舞うのも特徴の一つです。また自治会が中心に伝承を行っており、地域一体となって伝統を守っています。憧れ的な存在だったんで、神楽を舞っている人たちが、それをなんか自分が舞えてるのはすごいありがたいし嬉しいなという思いで舞ってます。小坪神楽は地域の暮らしと密接に関わりながら愛され続けています。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回はビンゴ神楽を紹介します。古くは修験者の流れを踏む人々がこの地域で舞を行っていたものと言われており、それがビンゴ神楽になったと考えられています。簡単なように見えて、このビンゴ神楽というのはですね、一つ一つに、セリフがありまして、一人一人のですね、感情振りがですね、売り物になっておりますので、ぜひこのビンゴ神楽を皆さんに知っていただきたいと思います。ビンゴ神楽は数時間にわたって回れる演目やセリフが多いのも特徴の一つです。この神楽が長く続いていけるように続けていくことが一番大事だと思っています。ビンゴ神楽は大切に伝承されながら地域の先人たちの風土を今に伝えています。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は芸北神楽の9枚を紹介します。芸北神楽の中でも9枚は戦前から舞い継がれている神楽です。江戸時代に島根県の石見地方から伝わってきたと言われています。9枚の魅力というのはそのテンポが緩いです。それだけに神楽をですね、ゆっくり大きく見せるというようなところをですね、楽しんでいただくように皆さんみんなで一生懸命練習しています。はい、芸北神楽はストーリーのある演目が多いのも魅力の一つです。その中で9枚はゆったりとしたリズム、そして優雅さが感じられる舞と言われています。
まあ、9枚っていうことで、まあ、先輩方からは、まあ、優雅に重々しく舞うようにっていうふうに言われてますんで、そこら辺気をつけて舞うようにしています。原北神楽の中でも昔ながらの舞9枚、新舞とはまた一味違う魅力があります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は原北神楽の新舞を紹介します。原北神楽の中でも新舞は戦後に生まれた神楽です。秋田方市で回れ始め、現在では県北部を中心に広がりを見せています。各段ちょっとずつ止まっとる時の動きが違うので、動いてる時よりは止まった時の表情とか手の動き、ああいうのをちょっと注目をしていただければと思います。原北神楽はストーリーのある演目が多いのも魅力の一つです。その中で新舞はセリフも分かりやすく、リズムが軽快なことから多くの人を引きつけています。魅力、まあ、とにかく楽しいです何か感じ取れる舞だと思っています。広島の神楽がもっと見たい、そのきっかけに原北神楽の新舞はきっとなるはずです。桜雨の一日となりました。今日一日皆様、このライブ配信をどちらでご覧いただいたでしょうか。舞台の熱戦への応援メッセージも本当にありがとうございます。いよいよ最終演目です。秋田方市高宮町原田神楽団の皆さんの大江山です。原田神楽団の紹介、大江山のあらすじは広島神楽活動再開プロジェクトのホームページをご覧ください。それでは今日一日を結ぶインタビューとなります。原田神楽団団長塚本親さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いをいたします。塚本さんは今日は朝から6団体の熱演を会場の後方で見守っておられました。やはり神楽ドームには神楽のお囃子が必要ですね。そうですね、今朝からずっと他の団体の神楽を見させていただきました、はい、やはり舞台で生き生きと待っておられる姿を見て、やはり神楽はいいなという思いでおります。そうですね、はい、もうこの一言につきますね。そうですね、もう4月からは定期公演も始まりますし、楽しみというか今もとっても明るい気分でいるんですけれども、本当に一つでも多くの大会がこの定期公演に続いていくといいなと思います。さて原田神楽団の皆さんのお話に入る前に、まずは皆さんに今年早々に連絡をいただいた嬉しいご報告がありますね。そうですね、サントリー財団から、はい、地域文化賞ということで神楽の里づくりということで、賞をいただきまして、副賞として300万円もつけていただきました。はい、まあ、全国で5団体それぞれの地域の文化を伝承されておるというところで、この秋田方市神楽連絡協議会が受賞したわけでございますが、地域に支えられ、そしてこのドームにおいて年間150日の定期公演をはじめ、時代を担う後継者育成ということで神楽甲子園もずっとこの会場でやっておりますが、やはりそういうところが評価されてこの度の受賞になったんだろうというふうに思いますが、これも22の神楽団全員のと言いますかご協力と地域の支えがあってこそいただいたものと大変名誉に思っております。このコロナの苦しい時期に格別の喜びだと思います。改めておめでとうございます。ありがとうございます。さあ原田神楽団の皆さんも、少しちょっと暗いお話にはなりますが、コロナの影響は随分受けられたと思います。どんなふうに過ごされていましたでしょうか。そうですね、昨年の2月下旬の定期公演を最後にですね、神楽公演が昨年の秋祭りの奉納であったり、
各種大会がですね、すべて中止になるという状況の中で、団員のモチベーションは無論のこと、やはり一番心配しておりますのは、次の時代を担う後継者の育成が進まなかったというところが一番危惧いたしておりますし、団員の方も自分たちの練習はもちろんのこと、やはり今後の団の育成をですね、みんなが心配してやっておるというところでございますが、まあ、今回特に大山という大人数の神楽を公演することと相なりました、はい、やはり大人数の神楽ということになりますと、多くの団員がですね、練習をします。当然足も踏みますし、みんなの協力がなくてはこの大山という神楽もできませんけれども、はい、まあ、そこらは団員一同力を合わせて、まあ、今日の公演になったというところだというふうに思っております、はい、そうですか。大変の中、あえて大山を待っていただくと、もうこれ心意気の塊ということですね。そうですね、今朝からずっと神楽を見させていただきましたが、はい、本当源頼光の武勇伝というような感じでですね、源頼光を主人公とした神楽の演目はずっと続いておりました、はい、そうでしたね。最後の鳥ということで、今日大山させていただくことと相なりました、はい、そしてまあ原田神楽団といえば、どちらかというと変化の神楽が非常に多かったというふうに思いますが、今日はあえて男鬼のと言いますか魅力をですね、はい、皆さんに見ていただければというふうに思っております、はいはい、どうもありがとうございます。最終演目として大きな花を添えていただきます。塚本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までごゆっくりご観覧を賜りますとともに、今日こういう機会を与えていただきました、すべての皆さんに感謝を申し上げ、私の方からのお礼とさせていただきます。本当にありがとうございました。最後までごゆっくりとご観覧を賜りますようお願いいたします。ありがとうございました。さあ、いよいよ最後の演目となります。盛大な大山、広島神楽男鬼の演目を代表する大山です。原田神楽団の皆様です。
祖もこのところに住み出たるもの、神の始まって数え下ること56代、清和天皇三世が孫、源の光仲が嫡男、源の来光摂津の神、またこれなる両名は我らが孤高の神四天王の一人で、浦部六郎末武、また坂田の金時と申す者にて候。この度受けたまわって候えば、丹波の国は大江山に、あまたの貴人立ちこもり、都に出ては人々を取り悩ますと聞き、よってこれを成敗せよとの勅命を被り、これよりは丹波の国は大江山を指し、急がばやとぞうもうなり、はい、
ば、とと様恋しや、母ぞ懐かしや。立花中納言ただいえが娘、もみじ姫と申す者にてそろ。すぐる日清水観音参拝の道すがら、大江山の主典同時に取りさらわれ、泣きの涙で日を暮らす者にてそろ。父恋しやな、母恋しやな、呼べど叫べど山彦の声するよりほかになし、されば今日も同時の使いにて、小川に布をさらさんとぞ思うなり。Ah!
里人よ里人よ、それがしは山伏修行の者に身をやつしていれども、まことは源の来光摂津の神、この度勅命を被り、この大江山に鬼神征伐にまかり越して候。おお、これはまことに都の者の風なるか。あらうれしい、わらわはもと都の生まれにて候。連れて帰りゃ都まで、さればこれより同時の岩屋へやないたさん。心得申して候。はい、一夜の宿を借りたしと、これまでまかり越して候。なんと、はい、世のものはまかりならぬと言い聞かせおる。いかなるものは連れ帰りしか。童子さん童子さん、我々は山伏修行の者にて候が、道に迷い難儀いたすなれば、一夜の宿を願い申すよの。おー、なんと山伏修行の者となっ。やいかにも、それが山伏修行のものとあらば、山伏修行の儀存じおるに相違あるまい。いかに童子さん山伏身につけたるわげさと一派もするわ。わげさは前よふさ、後ろふたふさ、合わせて六式六根六ハラミの剣とも修行をつかまつって候。おいかにも、あた山伏手に持ちたるほらがいと一般をするわ。あがいは一口吹けば千里、二口吹けば二千里、あた三口吹けば三千世界の神々の、汗たまうその時の声とも修行をつかまつって候。おお、その通りその通り。あった山伏腰に差したる太刀と一派申するわ。小城の塚頭日光学校平等の眼とも修行をつかまつって候。おお、その通り。いや、その通り。これにて何時らは山伏修行の者に相違あるまい。童子さん童子さん、都の獄で作りし酒いっぱいをあがり空へや。おお、なんと、都の獄で作りし酒とな。いや、いかにも、都の獄で作りし酒とは、久しぶり久しぶり、やのぼうのぼう。はい、はいか、えいか、はいか、はいか、えいか、はっはっはっは、えいか、はいか、はいか、はい、
この酒に八重大谷氏大谷氏追い花木同時に辛熊同時あんな奴らは山口修行の者といえどお油断はならぬぞお油断はならぬぞ早こよいも来たることなれば奥の家老を取りて本庄休みを本庄休みをぞThank you.
も、からくま同時も打ち取られしか。いかにも。かくなる上も是非もなし。我すいかの妖術をもって。なんと。なんじらおば。なやばさ。はい。おい。はい。いや。あ。いや。はい。いや。Oh,
どうもありがとうございました。盛大な大江山で原田神楽団の皆さんに鳥を取っていただきました。今日はあっという間の7演目でしたが、神楽人の並々ならぬ神楽への思い、そして生き生きとした場合に発声の活力、元気をたくさんいただきました。今日の公演の様子ですが、ご覧のチャンネルで引き続き見ていただくことができます。どうぞ何度でもご覧ください。そしてここ神楽門前東寺村では4月の2日金曜日から2021年度の定期公演が始まります。広島市内の中心部でも4月7日の水曜日から広島神楽定期公演が始まります。試行錯誤を経て少しずつ広島の神楽が戻ってきているという明るい気配を皆さん感じておられると思います。この春以降、広島の神楽が一つでも安心安全に再開されることを心から願って、今日の舞台を結ばせていただきます。皆様、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは次回は直接お顔が見える神楽舞台でお会いしたいと思います。皆様、本日は誠にありがとうございました。